皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルのたけみです。それでは早速本日のお品書きは次の通りです。一言で、毎日〇〇を食べるだけ、最強の若返りホルモン、DHEA をドバドバ出せについて、 2件で、これだけは死んでもやるな。老け顔を作る最悪の習慣について解説していきたいと思います。健康的に長生きしたい。いつまでも若々しくいたいという人にとって非常に重要な情報をたっぷりと詰め込みましたので、ぜひ最後までお付き合いいただければ嬉しいです。それでは早速、1言の 毎日〇〇を食べるだけ最強の若返りホルモン DHEA をドバドバ出せから解説をスタートしていきます。さて皆さんは DHEA というホルモンの名前を聞いたことがありますか もし聞いたことがないということであれば、ちょっとやばいです。若返るためには絶対に必須のホルモンだからです。DHEA は別名若返りホルモンとも呼ばれる、老化予防において最強のホルモンです。私たちの老化スピードは、 DHEA の分泌量で決まっていると言っても過言ではないくらいアンチエイジングにめちゃくちゃ大切なホルモンになります。いつまでも若々しい顔や体を保って健康的に過ごすためにはこの DHEA をいかに増やすかが鍵を握っています。 いつまでも健康的に長生きして若々しく痛いのであれば早い話がこの DHEA をガンガン分泌させてあげればいいんです。ということで今回はそんな最強ホルモン DHEA がドバドバと分泌される最高の生活習慣をご紹介していきますのでぜひ皆さんの若返り生活に役立てていただきたいと思います。それでは早速一つ目の習慣からご紹介して参ります。まず一つ目に紹介した 若返りホルモンがドバドバ出る最強の習慣は白米から玄米に切り替えるという習慣でありますさて日本人の主食といえば白米です小さい頃から毎日のように白米を食べている人も多いことでしょう 健康オタクの人であれば、白米は糖質を多く含む食材として、できるだけ食べるのを避けている人もいるかもしれません。その心がけは、老化予防として大正解になります。結論を言うと、 白米を食べ続けることは、私たちの体を老化へと導く大きな原因の一つです。というのも、実は、白米を食べることで、若返りホルモンの DHEA の分泌量がどんどん減ってしまうということが分かっているからです。すると、老化スピードがガンガン上がってしまいますから、若々しい体を維持するためには、可能な限り、白米を食べる頻度を抑えていただきたいんです。 さて、そもそも DHEA という名前のホルモンを初めて聞いた人も多いと思うので、簡単に DHEA とはどんなホルモンなんだということをご紹介します。DHEA は簡単に言うと、私たちの体内に最も多く存在しているホルモンで、あらゆるホルモンの材料になるホルモンなんです。つまり、他のホルモンを体内で分泌するためには、材料となる DHEA がたっぷりと体内にある必要があるわけです。このことから DHEA は、ホルモンの母とも呼ばれるほどね、 重要なホルモンとなっています。この DHE ですがあらゆる研究から人間の健康長寿にめちゃくちゃ大きな影響を与えることが分かっています。例えばアメリカの国立老化研究所で実施された大規模な調査によると血中の DHEA が多いほどなんと死亡リスクが低いことが明らかになっています。DHEA は 代謝力アップ、免疫力アップ、脂肪燃焼効果、筋肉の維持など、体内のあらゆる働きをサポートしてくれる、まさに万能ホルモンであります。血中に DHA がいっぱい存在する人ほど、新陳代謝が促進され、体を若々しく保つことができたり、筋肉や骨がしっかりとして、太りにくい体を維持することができ、結果として死亡リスクが下がるわけです。 これだけでも DHEA が健康長寿に大きな影響を与えるホルモンであることが十分お分かりいただけたでしょう。加えて2009年に実施された日本の研究でも日本人約1000人を30年にわたってね、追跡調査したところ DHEA の血中濃度が高いほど長寿であるという結果が出ているんです。こんな風にね、DHEA が 体内にいっぱいいっぱい存在すればするほど老化スピードが遅くなるということが様々な形で科学的に証明されているというわけなんです。ということでぜひぜひ皆さんには DHEA をできるだけ減らさずむしろどんどん増やすような生活を送っていただきたいんです。さてこの DHEA は加齢によって自然と分泌量が減っていきますから年齢を重ねれば重ねるほどに老化 がが進んででいいくのは仕方がないことですただ生活習慣や食習慣をほんのちょっと見直していただくだけで DHA の分泌量が減っていくのを防いでむしろ増やすことができると分かっていますそしてその最もおすすめとなる方法が糖質制限であります糖質を摂取すると 血中の糖分がガンガン増えてしまい、AGE と呼ばれるタンパク質が生み出されます。この AGE は血管の内側に張り付いて、動脈硬化や血栓を引き起こしたり、お肌のシミが増えたり、骨が脆くなる原因にもなります。また、認知症を引き起こすなど、健康にめちゃくちゃ悪い物質であります。つまり、白いご飯や砂糖などの炭水化物をいっぱい食べて、 AGE が生成されるだけで、老化がどんどん進んでいってしまうというわけなんです。ここまでなら、健康に詳しい人であれば、まあ聞いたことがある、知っている情報かもしれません。ただ、この AGE には、さらに厄介な性質があり、それが DHEA の分泌量をね、低下させてしまうということなんです。つまり、AGE はただでさえ、血液をドロドロに汚し、 血管をボロボロにしたり、血液を詰まらせて、老化や病気の原因になるというのに、若々しさを維持するために必要な DHEA の分泌量まで減らしてしまうという、最悪のダブルパンチで、老化をガンガンに促進させてしまうというわけなんです。だからこそ、AGE の生成を抑えて、老化を予防するために、糖質制限が必要不可欠なんです。白米をはじめ、パン、 うどん、パスタ、砂糖など、糖質をたっぷりと含んだあらゆる食べ物を摂取することを控える。それだけで AGE の生成を減らすことができます。ただそうは言っても、これらの主食を制限するのが難しいということは、まあ私たちもね、重々承知しております。なんといっても、日本人はお米大好きな方がたくさんいらっしゃいますし、私たちの動画のコメントを見てもね、糖質制限をするぐらいであれば、 好きなものを食べて死んだ方がまだマシであるなんていう強烈なコメントをされる方もいらっしゃいます。そこで、そんな方にぜひおすすめしたいのが、主食を 白米から玄米に切り替えるという緩やかな方法です。白米と玄米は糖質の量自体はほぼ変わりませんが、白米は食べると血糖値が急激に上がる一方で、玄米は食物繊維がたっぷりと含まれているため、糖質の吸収が遅くなるという素晴らしい性質があります。糖質がゆっくりと吸収されれば、ヤバい物質である AGE も作られにくくなって、 結果として DHEA の分泌量も減らないという嬉しすぎるメリットがあるわけですまた玄米に含まれている食物繊維には腸を整えてくれる作用があります腸が整うことで毒素の排出や栄養の吸収がスムーズになり血液がサラサラになることからも玄米は老化予防にぴったりの食べ物なんです ただ、ちょっと気をつけていただきたいのは、玄米の摂取量になります。玄米は確かに、血糖値の上がり方が緩やかだとはいえ、糖質は糖質であります。白米から玄米に変えたから、もう安心とガバガバ食べ過ぎてしまったら、そりゃまあ AGE が生まれる原因となって、 結果的に DHEA の分泌量が減って、老化が進んでしまいます。だから、いくら玄米に変えたと言っても、無制限に食べていいわけじゃなく、玄米の摂取量には気をつける必要がございます。糖質の摂取量の目安というのは、大体、 一日 100g 程度と言われていますが、これはだいたい玄米に換算すると、炊飯後で 300g 程度となります。お茶碗1杯分がだいたい 150g ですから、まあ2杯分ということになります。そう考えると、意外と我慢せずに玄米を食べても大丈夫なんだと思えると思います。ただもちろん、 玄米以外の食品からも私たちは糖質を摂取することになるのでこれよりは気持ち少なめに摂取した方がいいですが白米をとにかく玄米に変えるだけである程度我慢せずに美味しい食事を食べられるというのは嬉しいことだと思います玄米が苦手だという方はまずは白米と玄米を半分ずつで炊いてみるなど様々な方法が考えられますからぜひ自分の味覚に合った方法で 健康的な生活を始めてみていただきたいと思います。それでは次二つ目にご紹介したい若返りホルモンがドバドバってる最強の習慣は DHEA が増える食品を食べるという習慣になります。さて DHEA を手っ取り早く増やすにはサプリメントを飲めばいいんじゃないのと 考える方も少なくないでしょう。しかし残念ながら DHEA は日本では未承認医薬品に指定されているため、日本製のサプリメントというのは販売されておりません。 また、未承認医薬品である以上、海外の DHEA のサプリメントを個人で購入することもできないんです。一応、海外の DHEA のサプリメントを輸入して処方しているクリニックもあります。ですが、保険が適用されないため、クリニックで処方してもらえたとしても、かなり高くついてしまうというデメリットがございます。さらに言えば、海外の DHEA のサプリメントは効能が強く、 倦怠感、ニキビ、高血圧、不整脈といった副作用が出る可能性もあります。このようにサプリメントとして取る DHEA はちょっと効果が強すぎて。 健康に悪影響を与えるリスクがございますから、基本的にサプリメントの服用というのはおすすめはできません。やはり栄養というのは自然由来の食事から摂取するのが最も体にいいですから、普段の食事から DHEA が増えるような食事をとってあげてほしいです。それではどの食材が DHEA を増やすのにおすすめなのか、結論として DHEA を増やす代表的な食材は 自長芋芋などのの粘りり気あある芋類でありますというのもこれまでの研究でネバネバっとした芋類には DHEA の原料になる成分が含まれていることが分かっているんですぜひ継続して山芋や長芋などを食べることで体内の DHEA を増やしてあげましょうまたこれは以前の動画でも軽く紹介させてもらったんですがな とうとトロロを混ぜると最高の健康効果がゲットできます。詳しい効果については別の動画で解説していますので概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひご覧になってください。また小型の青魚。 アマニ油、グラスベッドビーフなどのオメガ3脂肪酸を含む食事を積極的に食べることも DHEA を増やすためにはめちゃくちゃ重要なことになります。なぜならば DHEA の材料になるコレステロールは良質な脂質を摂取することで 体内でで合成されるからですそのため DHEA を増やすには体によい脂質をいっぱい食べてコレステロールをしっかりと増やしてあげることがポイントになります。コレステロールを増やすというと 健康に悪いように思われるかもしれませんが、そんなことは全然ございません。あらゆる物質に言えることですが、増えすぎるのが良くないだけで、適量体内に存在していることは健康のためにはとても重要なんです。そのため、しっかりとコレステロールを増やすために、健康に良い脂質、例えばグラスペットバターや魚に含まれている脂質などを摂取していきましょう。 また、コレステロールから DHA を作るためには、ビタミン B 群、ビタミン C、マグネシウムなどの栄養素も必要になってくるんです。ビタミン B 群は、先ほどおすすめした玄米にたっぷり含まれていることからも、主食を玄米にすることはめちゃくちゃおすすめなんです。また、 ビタミン C は野菜や果物からマグネシウムは小型の青魚や海藻類などから摂取するのがおすすめになります。特にサバ イワシ、アジなどの青魚は良質な脂質をたっぷりと含んでいる上にマグネシウムなどのミネラルも豊富ですから DHEA の生成を促す最高の食材の一つになっています。他にも小型の青魚は善玉コレステロールを増やして血液をサラサラにしたり全身の細胞膜を形成して栄養吸収効率をアップさせたりと 青魚の健康効果は計り知れませんただ毎日ずっと小魚ばっかり食べているとまあさすがに飽きちゃうと思うので良質な脂質やビタミンを含むグラスベットビーフなども食事に取り入れつつ毎日栄養バランスが整った食事を続けるようにしましょう それでは次、三つ目にご紹介したい。若返りホルモンがドバドバ出る最強の習慣は、血糖値を上げない食べ方を意識するという習慣になります。さて先ほど、DHEA の点滴は、血糖値の急激な上昇により発生する AGE であると申し上げました。 血糖値を上げないいために最も手っ取り早いのはそりゃそもそもの糖質の摂取量を控えることではありますが糖質制限と並んで毎日でも実践していただきたい食べ方がございますそれは必ず食物繊維が多く含まれている野菜や海藻類から食べ始めて次に肉や魚などのタンパク質を食べ最後に玄米などの糖質を食べるという順番を意識した食べ方に になります一つの料理ばっかり食べる、ばっかり食べをしてはいけないよと子供の頃に親から怒られた経験がある方も多いかもしれません。確かに日本の食事作法においては、ばっかり食べはマナー違反とされています。 そのため、お祝い事などで、みんなで集まって食事をするときは、ばっかり食べをすると、マナーがなっていない人だなとか、恥ずかしい食べ方をする人だなと思われてしまうかもしれません。ですが、普段家で食べるときに、食事作法にそこまで気をつける必要なんてありませんよね。普段の食事では、 健康的な食べ方をするのが一番になります。血糖値を上げないためには、まずは野菜を食べ終えることで、食物繊維を胃腸に最初に届けてあげることがめちゃくちゃ重要なんです。2018年に公表された金沢大学の研究でも、食事の最初に炭水化物を食べた場合と比べ、食事の最後に炭水化物を食べた方が明確に 血糖値の上がり幅が少ないということが明らかになっています同じ食事をしていても食べる順番によって血糖値の上がり方が違うというのは面白いですよねまた食物繊維を先に食べることで食べ過ぎを防げるというメリットも期待できます食物繊維がたっぷりと含まれた野菜や海藻は自然と噛む回数が増えるため 脳内の満腹中枢が刺激されることになるんですさらに食物繊維は体内で水分を吸って傘が増えることからも満腹感が刺激され食欲が収まるという効果を期待することができるんですそのため最初に食物繊維が豊富な食材をたっぷりと食べておくことで炭水化物をあなたが食べ始める頃にはほどほどに満腹感が得られているというわけなんですそうすると炭水化物を食べる 量自体が自然と減りますから、さらに糖質の摂取量が少なくなるという、とても大きなメリットが得られるというわけなんです。さらに言うと。 野菜から食べることを意識するのは料理に必ず野菜を取り入れることになるので食物繊維の摂取量自体も増えますし健康的な食材を食べる量も増えるわけなんです食物繊維は最高の腸活食材の一つですから食物繊維をたっぷりと食べることで腸がよみがえってアンチエイジングにもつながります ばっかり食べはいけないというマナー自体は、まあ食事作法としては正しいのかもしれませんが、別に誰も見ていないところでマナーを守って、老化が進んでしまったら元も子もありません。普段の食事では、野菜、タンパク質、炭水化物の順番で食べることを意識し、DHEA の減少量を抑えて、若々しさを維持するようにしましょう。 それでは次、四つ目にご紹介したい。若返りホルモンがドバドバ出る最強の習慣は、とにかく何でもいいから運動を継続するという習慣になります。さて、食習慣以外で DHA e の分泌量を増やすおすすめの習慣は、やはり適度な運動をするということ。運動をすると、 一時的に体内の DHEA の量が減ってしまいますですが筋肉を鍛えているのか鍛えていないかでその後に増加する DHEA の分泌量に大きな差が生まれてしまうことが分かっていますなぜ筋肉を鍛えていると DHEA の分泌量が増えるのかその理由はねまだ科学的には明らかになっておりません ですが、様々な研究から、運動量が多い人や筋肉量が多い人は、血中の DHEA の濃度が高いという傾向が明らかになっているんです。集英写真書が出版している、若返りホルモンという本の著者、米井義和先生の実験をご紹介しましょう。 この実験では普段は全く運動していない40歳の女性20人が週3回の運動を2ヶ月続けたところ DHEA の血中濃度がなんと平均で15から20%もアップしたとの結果が出ていますこちらの実験の興味深いところは軽い筋トレをするグループとジョギングやウォーキングなどの有酸素運動をするグループで DHEA の増加量がほぼ変わらなかった たという点なんですつまり運動や筋トレの種類は関係なく継続的に運動すること自体に意味があると考えられるわけなんです運動の種類は何でもいいですから少なくとも週に2回できれば週3回以上の運動を継続的に行いましょうそうすることで DHA がガンガン増加し若々しくて健康的な体を維持することができるんですただし ちょっと気をつけてほしいのは、あまりに激しい運動を長時間行うと、ストレスホルモンが分泌されたり、体内で活性酸素が発生してしまうということ。ストレスホルモンや活性酸素は、細胞に炎症を起こしてダメージを与え、老化を促進させる働きがあります。そのため、これらの物質が、体内で生まれてしまう激しい運動は、若さの敵とも言えるんです。 DHEA は活性酸素による細胞へのダメージを防ぐという力も発揮してくれますが、DHEA の分泌量が追いつかないと体は酸化して老化が進んでしまいます。そのため、週2回以上の運動は継続的に、ただし体が疲れ切ってしまうような過度な運動は控えるのが、DHEA がドバドバと増える最高の運動になります。イメージとしては、 息が上がるレベルの早歩きやジョギングと軽い筋トレを合わせて45分から60分ぐらいを1セットで行いましょう。これくらいの運動を。 最低週に2回以上続けることで、めちゃくちゃ健康的な体を作ることができるはずなんです。それでは次、5つ目にご紹介したい、若返りホルモンがドバドバ出る最強の習慣は、良質な睡眠は絶対に死守するという習慣になります。さて、 言うまでもないかもしれませんが、睡眠とホルモンの分泌の間には、めちゃくちゃ強い関係が存在しています。結論から言うと、DHEA をしっかりと分泌させるためには、良質な睡眠は絶対に欠かせません。ある実験によると、寝具が合わなくて、良質な睡眠が取れていなかった人たちが、 快適な寝具に変えた結果、睡眠の質が上がり、DHEA の分泌量が増加したことが分かりました。睡眠不足に陥ると、様々なホルモンバランスが乱れてしまいますが、私たちの体内で最も分泌量が多い DHEA は、 特にホルモンバランスの乱れの影響を受けてしまいます。健康的な食生活、適度な運動、良質な睡眠というのは健康を維持する最も重要な3要素ですが、DHA の分泌量はまさにこの3つの要素の影響をめちゃくちゃ強く受けているということなんですね。また、 良質な睡眠は成長ホルモンの分泌にも欠かせません。成長ホルモンは全身の細胞の成長を促したり、傷ついた細胞を修復するという役割があります。老化で衰えた細胞を再生してくれることから、DHA と並び、成長ホルモンも老化予防にめちゃくちゃ効果があります。 そのため、DHEA や成長ホルモンをドバドバと分泌させるためにも、しっかりと睡眠はとっていただきたいんです。ただ、夜布団に入ってもなかなか眠れなくて、悩んでいる方も多いと思います。そこで睡眠の質を高める、効果的なコツを3つ厳選してご紹介します。まず1つ目のコツは、目が覚めたらすぐに太陽の光を浴びるということ。実は睡眠の質を高めるために重要なのが、朝起きてすぐ の行動であるとといいうことが分かっています朝に太陽の光を浴びると体が活動モードに移行するためセロトニンというホルモンが大量に分泌されますこのセロトニンは睡眠の質を高めるメラトニンの材料となるためできるだけ日中にセロトニンを作り出しておくことがとても重要なんですそして2つ目のコツは寝る直前にスマホやパソコンを見ないということ スマホやパソコンのブルーライトが睡眠ホルモンのメラトニンの分泌を抑制してしまうため寝る1、2時間前からはスマホやパソコンは見ないようにしましょう。そして3つ目のコツは睡眠の1時間半前ぐらいにお風呂に入るということ。 人間は体温が下がる時に眠くなるという性質があるんです。そのため、寝る少し前にお風呂で体を温めて、徐々に体が冷めてきたタイミングで、布団に入っていただければ、 ぐっすりと眠ることができるんです。寝つきが悪い方や睡眠が浅くて悩んでいる方は、これら3つのコツを実践するだけで睡眠の質が大幅に改善する可能性がございます。そして睡眠の質が上がれば、DHEA や成長ホルモンがドバドバと分泌されて老化予防につながりますから、ぜひとも睡眠の質を高める習慣を身につけてほしいと思います。それでは、この辺で一元の内容をまとめております。 おきましょう。一言まとめ。ポイント1。DHA は、老化や生活習慣病の予防に必須のホルモンである。DHA は、糖質の過剰摂取による AGE の発生により分泌量が減少するため、糖質が多い白米から玄米に切り替えて、糖質の摂取量を少なく使用。また野菜から食べることで、血糖値の上昇を抑えるのもポイント。ポイント2。 DHEA の材料となる成分を含む山芋、自然薯、長芋を積極的に食べよう。また DHEA の生成量を増やすためには小型の青魚、アマニウグラスウェットビーフなど良質な脂質を含む食材も欠かせない。ポイント 3DHEA の量を増やすために週に最低2回以上の適度な運動を継続しよう。また DHEA や成長ホルモンをしっかりと分泌させるために 良質な睡眠は必要不可欠であるそれでは次2件でこれだけは死んでもやるな。不毛顔を作る最悪の習慣について解説していきたいと思います。さて続いて加齢に伴う老化において皆さんがもっと とも気になっているであろう、吹け顔になる原因について解説していきたいと思います。吹け顔になる原因というのは様々ありますが、特にこれだけは絶対やめてくださいという重要なポイントをご紹介していきますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。それでは、吹け顔を作る最悪の習慣をどんどん発表してまいります。まず一つ目にご紹介したい、吹け顔を作る最悪の習慣は、 高温調理であります。さて、炒め物や揚げ物など、日々の料理で加熱調理をすることは結構ありますよね。様々なレシピを楽しみたいのは山々ですが、実は調理方法の中でも、高温で調理した料理は、吹け顔に直結する有害物質を含んでいます。その正体は一元でも登場した AGE です。AGE は、糖質の過剰摂取で、 体内で大量に発生しますが、高温調理をすることによっても、食材に大量に発生してしまいます。具体的に言うと、100度以上の温度で加熱した食材には、AGE が大量に含まれています。例えば、揚げ物なんかは、160度から200度以上の温度になるので、余裕でアウトです。揚げ物が健康に悪いというのは、もはや当たり前すぎる常識だと、しっかりと認識してください。 また、フライパンで炒める場合も、弱火でだいたい150度、中火で170度近くまで上がりますから、ガンガンに AGE が発生してしまいます。特に食材の焦げている部分は要注意です。焦げが体に悪いと言われる原因の一つは、焦げはまさに AGE の塊であるからです。ただ、ちょっと気をつけてほしいのは、焦げていなかったとしても、 高温調理した料理には AGE が含まれているということ。見た目的には焦げてないから大丈夫でしょと思われるわけですが、実際は AGE たっぷりだから注意が必要です。中でも特に注意してほしいのは電子レンジで温めた食材です。電子レンジを使っても焦げることってありませんよね。焦げたら AGE が発生すると勘違いする人いるんですが、たとえ焦げていないとしても、電子レンジで温める時間が長いほど、AGE の発生量が増えていきます。 最も気をつけるべきなのは、一度炒めたり揚げたりした料理を食べきれずに、冷蔵庫にしまっておいて、翌日などにまた電子レンジで再加熱することであります。ただでさえ、炒めたり揚げたりした食材には、AGE が発生しているというのに、そこでさらに電子レンジで温め直すわけですから、ありえないほどの AGE が発生してしまいます。料理で AGE を発生させないためには、 以下で調理することが大切なんです茹でる煮る蒸すといった調理は100度以上の温度にはなりません ですから基本的に食事は生、茹でる、煮る、蒸すといった調理を中心に行うことで AGE の発生を抑えて吹け顔の予防につながるわけですもちろんね一生炒め物とか揚げ物を食べるなと言っているわけではございませんただ毎日毎日高温調理したものばかり食べ続けていると AGE がガンガン体内に溜まってしまい老化がどんどん加速するので できるだけ高温調理を控えるということを今後心がけていただければと思うわけです。それでは次二つ目に紹介したい、吹け顔を作る最悪の習慣は、糖質過多であります。さて、糖質の過剰摂取は吹け顔になる最大の原因の一つになっています。 ここまでの解説で糖質の過剰摂取によって体内に AGE が発生し老化が進むというお話をしてきました。AGE は全身の老化を引き起こしますが、 その中でも特に、老け顔の大きな原因になってしまうんです。その理由は、糖質をガンガンに摂取することで、シミやシワができてしまうからです。年齢を重ねたら、だんだんと肌の張りがなくなるのは自然な現象ですが、AGE は、肌のタンパク質を硬くするという作用があります。結果として、ゴワゴワの硬い皮膚に変化してしまい、たるみやシワの原因になってしまうというわけなんです。 また糖質が肌の表面でタンパク質と結びつくことで糖化が起こることから。 シミの原因にもなってしまいまいすしかも、AGE は肌の透明感や潤いまで奪ってしまうので、どんどんシワシワの乾燥したお肌になっていってしまうというわけです。これだけでも糖質の過剰摂取がいかに老化を引き起こすのかがよくわかると思います。しかもね、でも糖質の悪さってこれだけじゃ済まないんです。糖質を食べ過ぎることで他にも吹け顔になる原因がございます。糖質を食べて AGE がが血血中に大量発生すすると血管の通り道が細くなってしまいまいそうすると、血液の巡りが悪くなることから、全身の至るところでトラブルがどんどん発生してしまうんです。例えば、老廃物を排泄する役割を持つ、腎臓の機能が低下してしまえば、老廃物をうまく排泄できずに、血液がどんどん汚れていき、毒素まみれの血液が全身を回ることで、 細胞にガンガンンダメージを与えてしまいますますた顔は特に毛細血管が集中している場所なんですが毛細血管が詰まってしまうことで顔の肌に栄養が行き届かなくなりさらに肌の状態が悪くなって肌トラブルも頻発するようになるんですそして内臓器官が弱ることでホルモンバランスも乱れて 若返りホルモンのの DHEO 分泌量も減ってしまいまいすこんな感じで糖質の過剰摂取は老け顔の最も大きな原因の一つになっています老化予防として何から始めたらいいんですかと迷っている人がいましたら糖質の摂取量を抑えることから始めれば老顔予防の大きな一歩目につながると是非覚えておいてください それでは次三つ目、吹け顔を作る最悪の習慣は、タバコであります。さて近年のタバコの度重なる増税や、世間のタバコに対するイメージダウンの影響で、昔と比べればまあ確かにね、随分とタバコを吸う人って減っています。ですが、昔からタバコを吸っている高齢の人は、タバコを吸うことがもはや癖になっていて、 体に悪い、体に悪いとは分かっていながら、惰性で吸い続けてしまっている人も結構いるかと思います。中には、タバコをやめるぐらいであれば、不健康で死んでもいいと言ったくらいに、タバコを愛している人もいらっしゃるでしょう。もちろんね、リスクを承知でタバコを吸っているのであれば、まあそれは個人の価値観の自由ですから、誰にも止めることはできません。 ただタバコが不け顔の原因になるということだけはここで強調してお伝えさせていただきたいんですタバコに含まれているニコチン、タール、一酸化炭素は全て体を老化させる有害物質に他なりませんタバコを吸うと免疫機能が働いて有害物質を排出しようと私たちの体は頑張りますその時活性酸素が大量に発生するため体内で絶えず酸化が続いてしまうんです 体が酸化するというのは体がどんどん錆びついていくようなもので尋常じゃないスピードで老化が進んでしまいます。またタバコを吸うことで AGE の量が増えることも分かっています。2013年にアメリカで発表された研究によると喫煙者ほど目の下のたるみや口周りのシワが増えていることも明らかになっています。 しかもタバコを吸うことで血管が収縮するため血流が悪くなることからも老化や生活習慣病を引き起こします。 こんな感じで喫煙は酸化ストレスや糖化ストレスなど様々な症状を引き起こし禁煙している人と比べれば圧倒的に速いスピードで吹け顔になってしまうというわけなんです。タバコはまさしく客外あって一理なしです。どうしてもタバコをやめられないという人もいるかもしれませんが、一日に吸う本数をできる限り減らしたり禁煙クリニックに通うなどして老化予防を目指してみてほしいです。 それでは次、四つ目に紹介したい。吹け顔を作る最悪の習慣は、飲酒であります。さて、タバコと並び、アルコールを摂取することも当然のことながら、めちゃくちゃ吹け顔になってしまいます。その理由は、アルコールを体内で分解した時に発生する、アセトアルデヒドという物質が、AGE を生み出す原因になるからです。 アルコールを摂取すると、まずアセトアルデヒドという成分に分解され、そこからさらに細かく分解されて、体外に排泄されます。しかし、お先に弱く、アセトアルデヒドをうまく分解できない人や、アルコールの摂取量が多すぎて、アセトアルデヒドを分解しきれない場合、大量のアセトアルデヒドが血中に残ってしまいます。すると、 アセトアルデヒドが全身のタンパク質と結びつき、AGE を大量に発生させてしまうんです。また、アセトアルデヒドが血中を流れるだけでも血管にダメージを与え、血管をボロボロに老化させてしまうといった危険性もございます。お酒にめちゃくちゃ強い人は、アセトアルデヒドをすぐに分解できるため、まだダメージが少ない傾向にあります。 ですが日本人は遺伝的にアルコールの分解が苦手な民族なんです。つまりですよ、アセトアルデヒドが体内に残りやすいという体質ですから、日本人の私たちは飲酒による悪影響をがっつりと受けてしまうわけなんです。自分はお酒が強いんだと思っている人でも、その実体内にはアセトアルデヒドが残っていて、体をガンガンに老化させてしまっているんです。従って、 ふけ顔予防のためには、はっきり言うと、お酒を全く飲まないに越したことはございません。お酒を飲むにしても、一日に飲む量はかなり少なめにしましょう。それでは、この辺で2件の内容をまとめておきます。2件まとめ、ポイント1、高温調理することで発生する AGE がふけ顔の原因となる。炒める、揚げるといった高温調理のほか、電子レンジの使用も気をつけよう。 また、糖質の過剰摂取でも体内で AGE が大量発生して、老け顔の大きな原因となるので注意しよう。ポイント2 タバコは酸化ストレスと糖化ストレスを同時に引き起こして吹き顔を促進させるまたアルコールを摂取すると分解しきれないアセトアルデヒドが AGE を大量に発生させ全身の老化が進んでしまう老化予防のためにはタバコも飲酒もできれば控えるのが望ましい本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンク リンクからチェックしてみてみください。今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました